県内では今年、SNS を使った投資詐欺が急増しています。被害の拡大を防ぐため、県内の金融機関などによる情報交換会が開かれました。情報交換会は、相互に情報を共有して、サイバーセキュリティの体制を強化しようとするもので、県内に本店を置くすべての金融機関が参加しています。今日は、 県県警ののの担当職員が県内の詐欺被害の現状や実例などを報告しました今年急増しているのは、SNS を通じてやり取りを重ね、信頼関係を深めてからお金を騙し取る SN、SNS 型の投資詐欺やロマンス詐欺、しかしその大半が、金融機関の窓口ではなく、インターネットバンキングでの振り込みとなっているため、 未然防止が難しい状況です。急にまあ大口の振り込みがあったりですとか、取引が判明した場合は直接お客様に内容について確認させていただいております。そういったモニタリングを強化していくということを考えておりますし、中間機を他の金融機関とも連携して続けて参りたいと思います。県警によりますと7月末時点で。 SNS 型詐欺の被害件数は、去年の同じ時期に比べ、およそ4倍の81件となっていて、被害総額は10億円を超えています。